ポテトチップス。ポテトチップスは、じゃがいもを薄切りにして、冷水で短時間さらした後、高温の油で軽く色づくまで揚げ、それを塩や香辛料で味付けしたスナック菓子のこと。ポテトチップとも呼ばれる。日本では、ポテチ、チップスなどと省略される場合がある。アメリカ英語では、ポテトチップス、米、ポテトチップス。イギリス英語、アイルランド英語では、 クリスプス、A, クリスプス。イギリス英語で、チップス、A, チップスは、アメリカ英語でのフレンチフライ、B, フレンチフリーズを意味する。また、これが、フィッシュチップスの、チップスが、日本の、ポテトチップスではなく、フライドポテトに相当する理由でもある。アメリカ合衆国ニューヨーク州サラトンガスプリングズの、レストランムーンレイクロッチのシェフ。 ジョージ・クラムによって1853年8月24日に発明されたという説が有力である。ある日、クラムの客、一説によれば、アメリカ屈指の大富豪、コーネリアス・ワンダービルトだというが、フライドポテトが厚すぎると苦情を置いて、何度も作り直しをさせた。うんざりしたクラムは、フォークで刺せないような薄切りにしてカリカリに揚げ、客を困らせてやろうと考えた。しかし、 クラムのくわ立ては失敗し、この客は逆に大変に喜んだ。この料理はすぐにサラトガチップスという名でレストランのメニューに登場し、その後すぐにこの料理はニューイングランド地方でごく一般的なものになった。このようにもともとポテトチップスは料理の付け合わせなど食事の一部として提供されるものであった。その時の方法はケトルフライ釜揚げポーという 1900年代になるとアメリカでは多くのポテトチップス製造業者が誕生し、食料を品店などで樽や瓶に入ったポテトチップスが量り売りされるようになっていた。この販売方法ではポテトチップスがすぐにしけってしまう問題があったが、1920年代にワックスペーパーで密封した小袋入りの鮮度を保ったポテトチップスが販売されるようになった。 1950年代には、テイト社が、ポテトチップスの製造工程で味付けする技術を発明し、世界初の味付けポテトチップが販売された。現在、日本では、日本で生産される、ジャガイモの15%が、ポテトチップスへと加工されている。ジャガイモをスライサー、薄切り器で薄切りにし、冷水に10分ほど漬けた後、水分を手早く拭き取る。 高温の揚げ油で熱し、きつね色になったら油の中から出し、熱いうちに塩や、その他の香辛料など調味料で味付けする。ジャガイモを低温で長期保存すると、グルコースなどの還元糖が増えることにより、揚げた色が悪くなることが多いため、原料の保存によらない製法が模索されていた。やがて、ジャガイモをフレーク状に乾燥させて、 長期保存を可能にする技術が発明されたため、それを用いた生地に調味料などを混ぜ、形を整えて揚げたポテトチップスが P&G 社によって開発され、1967年にプリングルズニューファングルドポテトチップスという商品名で売り出した翌年プリングルズに改名。これは成型ポテトチップス、ファブリケーテッドポテトチップスと呼ばれ、揚げ。 上がり後の形状も統一できるため、一枚一枚を隙間なしに一列密着で包装できる利点がある。日本では1976年に山崎ナビスコがチップスターを発売。1978年にハウス食品がハウスポテトチップス、s b 食品がスナックチップを発売。SBE は1979年に一口サイズで箱入りの 5 8チップ、8分の5チップを発売した。業界最大手のカルビーは、1998年にドイツの菓子メーカーのチップスレッテンを発売、1年で撤退、2016年にポテトチップスクリスプを発売した。P&G は税率の関係で、プリングルズは英国法においては、ポテトチップスではないと主張している。詳細は、 プリングルズイギリスにおける放糖層を参照。ジャガイモのスライスをオーブンなどで乾燥し焼き上げれば揚げたポテトチップスと似た食感だが大幅に低カロリーなポテトチップスが作れる。電子レンジで手軽に同様の調理が可能になる器具が日本では市販されている。製菓会社でも油脂分を減らす試みは行われているが湿気を吸いやすいことや食感、風味の問題などで ノンオイルのポトチップスを商品化するのは難しい。しかし、2010年代に入って揚げたポテトチップスのような食感と味を持つノンフライポテトチップスが日本で登場している。価格は高めだが低カロリーである。油で揚げたポテトチップスはスナック菓子の中でも高カロリーであり、肥満やメタボリック症候群、それに伴う疾患の要因になりうる。 また調味料の塩分も多い。揚げる油の種類によってはトランス脂肪酸などの有害物質を過剰摂取する危険性がある。2002年にスウェーデン政府が芋類を高温で焼いたあるいは揚げた食品中にアクリルアミドが乱有されていることを発表した。その後の研究で量の多少はあるが焼いたり揚げたりした食品には アクリルアミドが乱有されていることが明らかとなった。フーの下部組織 EARC はアクリルアミドは発言性が強く疑われると評価している EARC 発言性リスク一覧を参照。ポテトチップスの本場アメリカ合衆国ではプレーン、塩、ガーリック、BBQ、バーベキュー、サワークリーム、オニオン、ケチャップなどとフレーバーは比較的限られている。日本では 太平洋戦争終結後に帰国したハワイ移民の浜田恩志郎、1911年生が昭和20年代にアメリカンポテトチップス社を設立したことが始まりとされている。当初は新中軍にしか売れなかったが、食糧難の日本人にも次第に受け入れられた。ハワイの株に由来するこのフライン、ポテトチップスはソシオ工房、東京により販売が継続されている。 食文化が多様化した現代日本のポテトチップスは、コンソメ風味、醤油味、海苔、特に青海苔を使った海苔塩、わさび、唐辛子味、鰹節味などと実に多くのバリエーションが発売されていい。こうした代わりポテトチップスの開発に特に精力的なのが山香る成果で、わさビーフ、濃厚ポタージュ味、濃厚コンソメ味、濃厚明太味、 マヨビーフなど数十種ある。1975年からは、カルビーやコイケアなどの大手メーカーも様々な工夫を行っている。地方企業による独自製品も多い。イギリスでは、ウォーカーズなどの大手メーカーから、レディーソルテッド、ソルト、チーズオニオン、チーズとオニオン、ソルトビネガー、ソルトとビネガーなどが主に発売されている。ジャガイモ以外の野菜や、 果物などをおおむね同じ製法で加工するチップスがある。日本内外でポピュラーなのはバナナをスライス乾燥させ上げたバナナチップスである。じゃがいもに比べて歯応えが柔らかいため比較的厚くスライスされる。チップスに使われるバナナはデンプンが多い種類のため甘みは少ないがポテトチップスとは違い砂糖などでコーティングし甘みをつけるのが普通である。 日本ではさつまいものチップスも食べられている。製法は芋けんぴと類似している。じゃがいものチップスに比べると硬い。その他レンコンかぼちゃりんご。日本以外では、タロイモやパンの木、ドリアンなど様々な野菜果物のチップスが存在する。でんぷんが少ない。素材。例えば人参やごぼうなどは。 通常の乾燥方法ではクリスピーな食感が得られないためフリーズドライにしてから揚げる場合がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。